今日は浜田啓三候補のために大勢の皆様方にお集まりいただきましてありがとうございます。朝私も7時半にこの会場に参りました。その時は雨がものすごく降ってました。まさかここまで晴れるとは思ってなかった。これはまさに我々の願いが天に通じたのだと思います。今日は特に自由民主党国会議員、県議会議員、市議会議員、そして共に頑張っておられる同志の皆様方に各地域からお集まりをいただきました。お足元の悪い中お集まりいただきましたことに心から感謝を申し上げたいと思います。我々自由民主党はいち早く今春浜田啓三候補の推薦を政党として安倍晋三総裁、石破幹事長をはじめ全ての役員の合意を得て推薦を決定させていただきました。我々の意思はこの臨時国会から始まるまさに地方創生、地方の景気というものの提供感、まだまだいいとは思っていません。まさに地域間競争の厳しい中で浜田啓三知事とともに自由民主党一丸となって頑張る意思を固めた、それが我々の推薦という意味であります。ですから浜田知事にぜひまた県政を担っていただいて、そして直ちに仕事に移りたい、そのように思っております。そしてもう一つ、私はこの週末海外の方におりました。皆さん台風が大変だったと思います。心からお見舞いを申し上げたいと思います。その時にも今やインターネット等々で私は知事とも市長ともそして議員の先生方とも連絡を取り合い、また整備局とも連絡を取り合いながらこの台風の状況をずっと注意深く見ておりました。そして多くの方々からやっぱりこの県や市が取り組んできた、前倒しで取り組んだ災害対策はこの県民の命を守った、そのような報告を受け私は大変嬉しく思いました。公共事業というと何かと批判される部分が多かった。しかし我々はそうではないと、県民の生活地域を守るためには必要なことは前倒ししてでもやっていかなきゃいけない、そのように思っておりました。そういうものがやはり災害の時には役に立つ、県民の安全安心、そして地域の活性化のためにもこの4年間の浜田知事の実績は文句なしです。皆さん他に任せる人はおりません。ですからこの選挙正々堂々と戦い、素晴らしい結果でもう一度力を与えていただきたい。どうか我々県民の先頭に浜田啓三知事が誕生しますように、皆様方のご協力を高いところからですが心から心からお願いを申し上げまして激励の挨拶にします。頑張りましょう。ありがとうございました。